ホワイトカラーは2009年から2014年にかけて放送されたアメリカのテレビドラマ。日本語版は日本で d ライフとアクスミステリーで放送されている。地上派では TBS、ABC 朝日放送、メテレでシーズン1が、テレビ東京、ランチチャンネルでも2014年10月2日から12月26日までシーズン1から3が、 2015年5月8日から5月29日までシーズン4が2017年9月5日から10月5日までシーズン5.6が放送された。日本語版の当初の題名はホワイトカラー天才詐欺師は捜査官だったが2011年秋の DVD ボックス発売に合わせ現在の題名に変更された。また天才詐欺師は捜査官に代わって フォックスチャンネルが紹介する場合、知的犯罪ファイルの副題がつく場合もある。週刊中の天才詐欺師、ニール・キャフリーは、恋人のため脱獄を果たすが、間もなく知能犯専門チームの FBI 捜査官、ピーター・バークに捕まる。4年の景気延長に対し、ニールはピーターに捜査に協力する代わりに自由にして、欲しいと取引を持ちかける。 ピーターは取引を承諾し、ニールは知的犯罪捜査のコンサルタントになる、代わり制限付きの自由を与えられる。ニールは、ピーターと協力し、自身の経歴を生かした助言や、時に培ったテクニックを駆使して、ニューヨークに蔓延する知的犯罪を解決していく。一方で、彼自身の問題を解決していく。ニールは、FBI の捜査に協力しつつ、 ピーターとの約束を無視してまで、恋人、ケイトの行方を探し続ける。やがて彼女につながるオルゴールの存在を知り、ニールは、昔馴染みの女泥棒アレックスに、オルゴールについて尋ねる。FBI に協力していることから当初は断られるも、ニールは、彼女の信頼を得て、オルゴールが、イタリア領事館にあることを聞き出す。一人で盗み出そうとするニールに対し、アレックスは、 自分も加わるという。アレックスの背後には、ピーターと敵対する、OPR のファウラーがおり、彼もオルゴールを狙っていた。なんとかオルゴールを手に入れた、ニールだったがその正体はつかめない。ニールはファウラーにオルゴールを引き渡し、その代わりに自分とケイトは表向き、OPR 勤務に転属という形で、国外逃亡する取引を交わす。一方、 ニールの行方を追っていたピーターは、ダイアナと共に、ファウラーを探り、彼から、ニールの居場所を聞き出す。ハドソン川の飛行機格納庫で、ニールと再会したピーターは彼を引き止めようとする。しかし、ケイトとの新しい生活を夢見るニールは、ピーターとの友情を認めつつ断る。だが、その瞬間、ニールが登場するはずだった。飛行機は爆発炎上し、 先に乗っていたケイトは死亡する。爆破事件に関与していると疑われたニールは再び、収監される。事情を知るファウラーは失踪し、OPR もメンターの存在を否定する。ピーターも、ニールの監督不業で、司法省から取り調べを受ける羽目となる。2ヶ月後、ピーターは、再度ニールに取引を持ちかける。ケイトの死の真相を知りたいニールは条件をのみ、 二人は、再び知的犯罪を追う。密かにオルゴールをダッシュしていたピーターは、ダイアナと共に、オルゴールの正体を探り始める。しかし、オルゴールの謎は解明できず、やがてニールにも所在がバレてしまう。ニールは、アレックスの鍵を使って、オルゴールに隠されていた暗号と思われる図面を、見つけ出す。ニールは、暗号の謎を解くため、 アレックスに接触を試みたりするが、うまくいかない。一方、ピーターはファウラーを捕まえることに成功するが、ファウラーは謎の黒幕に脅されていただけであった。さらにモジーが暗号解読を依頼した日本人骨董症も殺害され、モジー自身もファウラーと黒幕の仲介人ラーセンに撃たれる。やがて暗号の正体は、 アンテナの設計図で黒幕はかつてニールが標的にしたアドラーであることが判明する。アンテナは沈没したナチスの潜水艦の救難信号を受信するためものでナチスが略奪した財宝が積まれていた。アドラーの狙いはこの財宝だった。アドラーは暗号制作者の孫であったアレックスを誘拐、さらにニールとピーターも拘禁する。そして ニールとピーターに引き上げた潜水艦に施された爆弾を解除するよう命令する。二人は爆弾を解除するが、アドラーの目を盗んでも、ジーや皿に向けて救難信号を発信する。アドラーに処刑される直前、皿たちの救援で、ニールたちは危機を脱する。FBI はアドラーを呼び彼のアジトの捜索を始める。だが、ニールはピーターを出し抜き。 人はしばやくアドラーを追い詰める。アドラーは、飛行機爆破の真相を明かすが、その瞬間財宝がある倉庫が爆破される。逆上したアドラーはニールを殺そうとするがかに一発で、ピーターが現れ、アドラーを射殺する。ピーターはニールが倉庫を爆破したと疑うが、彼は否定し、疑われたことに激しい怒りを示す。ニールが家に帰るとある場所の地図と鍵が届けられていた。 そこに赴くと爆破されたはずの財宝があった。倉庫の爆破現場で、ニールが描いていた絵に似た燃え残りを拾ったピーターは、ニールを執拗に疑い続ける。一方ニールは倉庫に隠された宝は、モジーが盗み出したことを本人より告げられ、二人で FBI やニューヨークから逃げようと持ちかけられる。FBI はアドラーが狙っていた。 ナチスの宝が記された罪に目録の一部を手に入れ、ピーターはダイアナと二人極秘に調査を進め、目録の宝が裏世界の市場に出品されれば犯人を取り締まれると意気込む。徐々にニールの周りにも捜査の手が及び始める。目録の存在を知り、市場に売りに出せなくなったニールはピーターが自宅の金庫に隠している目録のコピーを自宅に侵入して、 手に入れるが、本当に、ここから逃げていいのか悩み始め、モジーに目録を手に入れたことを伏せる。それを知らないモジーは、ニールの元相方のマシューケラーによって、友人を殺されたことに激怒し、目録に載っているドガの絵を市場で売買し、その売り上げで、ケラーの殺害を、全国の殺し屋に依頼する。目録の存在を知っているニールは、モジーの勝手な行為に激怒し、モジーは、 目録の存在を自分に隠していたニールに不快感を、露にし、二人はすれ違い始める。ドガが売りに出されたことで、ニールへの疑いの目を強めたピーターはニールをドガを、取り戻すための捜査に参加させながらも、重要事項をニールに伏せ始める。ドガの買い手を特定したニールとモジーはドガを奪還し、贋作とすり替える計画を立て、なんとか成功する。だが、その後、 ピーターの妻エリザベスがケラーに誘拐され、ピーターに、ニールが隠し持っているナチスの財宝を自分に渡すように要求される。ニールは、エリザベスのために、ピーターに真実を告げる。だが、ニールが倉庫を訪れた時にはすでにモジーが、すべての財宝を運び終えた後だった。ニールは、モジーと連絡を取り、モジーもお世話になっているエリザベスのためという理由もあり、 ケラーに財宝を渡したふりをすることに協力する。邪魔者を殺すことも辞さないケラーに注意をしながらも、モジーが運び出した財宝を、トラックで運び出すことに成功したニールとケラーだが、ケラーは、ニールと FBI を完全には信用しておらず、ニールを襲う。だが、まい発のところで、ピーターが助けに入り、ケラーは、ニールの放った拳銃の弾を足に受けそのまま逮捕、される。 その後、ニールはピーターに自首する意思を伝えようとしたが、ピーターが、ケラーの取り調べの映像を流し、俺が全部やった。ロシアに、ナチスの略奪財宝を返還するためにやったという、ケラーの嘘の供述をニールに聞かせる。さらに、ケラーの逮捕への貢献なども考慮され、FBI 当局は、ニールの特別恩赦を受け、ついに足首の GPS を外し、 自由の身を手に入れられる可能性も出てきた。しかし、ワシントンからやってきた、ピーターの先輩でもあるクレーマーは、ニールの恩赦を心よく思っておらず、ニールの経歴などを細かく調査し始める。ニールはかつて自分が盗み、ケイトに暗号を散りばめた手紙から、ラファイロの絵を盗んだことがクレーマーにバレそうになっている、ことを知り、 ラファエロの絵をサラに渡すため、暗号の差し示す人物エレン・パーカーの元へ向かう。エレンはかつて警官だった、ニールの父の元相棒であり、そして父の汚職を告発した人物だったが二人の間に敵意はなく、ニールはラファエロを受け取って、サラの元へと向かう。文字やダイアナの手を借りて、クレーマーのお手を振り切り、ラファエロをサラに渡して、 クレーマーに新酸を舐めさせたニールだがクレーマーは何としても原型にさせないため横断歩道のない道路を渡ったなどの軽犯罪を用いてニールを強引に逮捕しようとするそれをピーターの視線で読み取ったニールはその場を逃走審問会で自由の身を手に入れる前に GPS のアンクレットを外しモジーと逃走してしまう逃亡後ニールは モジーと共にカーボベルデで島を牛耳る大物、ドブズに大金を渡して、身の安全を保障してもらい気ままに暮らしていた。一方、ピーターは、エレンと接触し、秘密の連絡手段を教えてもらい、逃亡犯となったニールをウコリンズ捜査官について、ニールに警告をする。コリンズは、バーク家に押し入り、ニールを居場所を知ると飛行機で向かったため、ピーターも後を追い、ニールと再会する。 そして、ドブズが FBI 指名手配犯であったため、FBI に、ニールの原型を持ちかける。結果的には、コリンズの手柄という形にはなったが、ニールには感謝状が送られ仕事に復帰することとなる。帰国後、エレンはニールに、警察学校の同期のサムに会うよう勧めるが、その後何者かに殺害されてしまう。サムとの接触に何とか成功した、ニールだが、 そのサムこそが、自身の実の父親であることを知る。そして、FBI との協力の末、エレンを殺害した犯罪者不倫を逮捕したが、移送中に視察される。移送を指示したプラット・議員はかつて、サムと勤務したこともある人物であったため、ニールたちは彼を黒幕、及び、汚職警官であると確信する。その一方で、エレンの部屋から珍しい鍵の入ったロケットが、 発見される。ニールは、鍵が NY の街並みの形で、これは地図だと気づき、その地図には、エンパイアステートビルが刻まれていないことに気づき、警備会社社ジームルアの顧客が、エンパイアステートビル50階にあると突き止め、そこに、エレンの集めた証拠が隠されていると確信する。シーズン4終盤で、ピーターは、プラット殺害犯として投獄されてしまう。 ニールはピーターを脱獄させる策を企てるが、その矢先、かつて、ニールとピーターが逮捕した、知的犯罪者ダッチマンが、手助けを申し出る。ニールは、ダッチマンの手を借りて、ピーター有罪の証拠を隠滅して、釈放と復職に持っていくが、ダッチマンは、ニールの犯行現場を録画していた。ダッチマンは、 その録画を種に、ニールに、巨万の富を得る鍵が隠されているという古書、モスコーニコデックスの十三章のみを盗む、よう強要する。ニールは、ピーターの目を盗んで脅迫に従うふりをしつつ、コデックスの謎を解いて、ダッチマンを出し抜こうとするが、その矢先ダッチマンが、そして、ピーターの後釜としてニールと組んだ、捜査官シーゲルが、何者かによって殺害される。 その捜査過程で、ニールが美術館で接触し、交際していたレベッカが正体を偽り、コデックスの暗号に隠された、ホープダイヤモンドを探す元見みであることが判明。文字に毒を盛られ、ダイヤを探し出すこととなったニールはついに、ダイヤを発見。しかし、そのダイヤモンドはレベッカに渡ることはなく、レベッカの野望は終焉を迎える。 事件後、ニールはピーターより釈放を認められたことを告げられ、回復したモジーに、もうカモを狩るような真似はしないと事実上の詐欺、後引退宣言を行ったが、その翌朝、有能なため FBI が釈放を取り消す決断をした、ことを苦々しく伝える。FBI に対し怒りを隠せないニールはモジーに、脱走計画を依頼するが、謎の男に拉致され、 足首の追跡装置も切られてしまうニールを誘拐した男はレベッカとパートナーのブースで世界最大の窃盗団ピンクパンサーズの入団テストとしてホープダイヤモンドを探していたニールは男をうまく誘導し FBI に自分の痕跡を残すとともにパンサーズの拠点ともいえるケスマンビルに盗みに入ることを計画する一方 ニールが逃走したと踏んでいた、ピーターだが、モジーの話や行動から誘拐された線で捜査を進めていき、ニールの意図に気づく。ニールの考えるビルへの侵入経路をモジーに推理させ、ピーターは道具を用意する男に踏みし、ニールと接触。狙いがパンサーズと知り、計画を見守ることにする。一度ビルに出入りしたことのあったブースはビルに侵入する、ことが難しく。 ニールが代わりにウッドフォードのオフィスに侵入し痕跡を残すことに成功。ブースは FBI に確保されることとなった。そしてニールはパンサーズへの潜入捜査をピーターに提案。パンサーズを捕らえた場合は今度こそ釈放を認めるように要求する。だがパンサーズにはインターポールの犬となったケラーが入り込んでおり、ピーターから共同捜査とされてしまう。 終盤、パンサーズが強奪した金をくすね、山分けするとき、すべての金を独り占めしようとするケラーに撃たれ、ニールは死んでしまう。ニールの幻を何度も見てしまうピーターは、捜査中のニールの不可解な行動から、実は生きていることを知る。一人パリの街中を歩くニールの姿で締めくくられる。撮影に臨むニール・キャフリー役のマット・ボマーと、 ピーターバーク役のティム・ディケイ。制作指式、脚本、ジェフ・イースティン制作、20世紀フォックス2020年5月に、制作プロデューサーのイースティンと主演のボマーが、続編の制作の可能性を示唆する発言をしており、イースティンが実際に、ツイッター上で、続編を作りたいと思っている。とツイートしている。しかし、現段階では、具体的な進展は見られていない。 えニール・カフリーえピーター・バークえエリザベス・バークえマジーえ、ディアナ・ベアリガンえクリントン・ジョーンズえローレン・クルーズえナタリー・モラーレスえギャレット・ファウラーえリース・ヒューズえ、デビッド・サイグルえウォーレン・コーレえ、ケイト・モローアレックス・ハンターえグロリア・バッチゼ。えジューン・エリントンえダイアン・キャロルえマシュー・ケラーえロス・マッコールえ サラエリス A、カーティス・ハーゲンヴビンセント・アドラー A、エレン・パーカー A、ジュディス・アイビー A、サミュエル・フェルプス A、ジェームズ・ベネット A、テレンス・プラット A、レベッカ・ロー A、アラン・ウッド・フォード A、ギャビン・リー。ありがとうございます。